っけないもんですね。なんだか寂しいな。太郎さんのために飲んでくれ。ありがとうよ。太郎さんに頼まれたことがあるんですけど、昔太郎さんが若い時、能登半島の日本海に面した家に。2階に上がるとな、窓から赤い橋が見下ろせるし。ペロケ、行ってくるよ。チーズ盗むとき誰にも言わないで。水のこと。どういうこと？水。こんなにたくさん出るなんて初めてよ。僕も初めてだ。お魚見に来たのよ。あの女な、この町に来た頃漁師と付き合っとったけど、マミはそいつここがおかしくなって自殺したがや。私のこと気持ち悪い？そんなことない。つまり人間は昔からスケベだったってことだよ。なぜだと思う？他にやることなかったんでしょう。何やってんだろう俺。女だと思ってるんでしょう。思ってる。でもずっと君のことを考えてた。いつでも言ってください。すぐに参上します。